ヨーグルトの上積みのほえー、社員の花岡です。その専務の DGA でござる。雑務の専でござる。そして社長のフィクション。今回の企画はですね、自分の得意なジャンルなら一人で5オンができる説。やったー。いや普通にやりたかったやつそれ。ずっと言ってましたね。はい、はい、もうマスタードテンテンテンドルンベベンドルンベロシア。正解やったら僕はチリンって出します。正解やったら。でもさ、それ全員のコアなジャンルやからさ、キムが正解か分からんじゃん。すぐいや調べてきました僕は。あ、え、もうあるんや。そもうあります。マジで。はい。好きなジャンル聞かれへんかった。いや聞かれたそれについて、こいつ意味わからんぐらい勉強してきてる。意味わからんぐらい勉強。お前意識高いな。発想が素晴らしい。この企画への意識高いな。おれに任しとけ。あれめっちゃやるよな。毎回ティ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 。はい、大好き。 YouTuber さんよりも好きです。どう思うでしょう。はい、簡単な問題用意してないですよ。おっと、まあ、歌い手さん言うだけではないよね、もちろん。それは分かってるよ、さすがに。さあ、ではいきます。はい、YouTube に上がっているシャルルの歌ってみた動画を上げている歌い手さんのうち、再生回数が500万再生を超えている。マジで。え、聞かせてください。用意スタート。ソラルさん。はい、マナオさん。あ、マスキ君。あ、はいはい、正解です。青の坂田さん。浦田さん、浦坂、ま、坂田線の誰か。でも待って、メガテラゼロさん。あ誰ニュー、ニューピー、ジョンシーメトルピー。わー、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、俺の時だけむずないってか、ほんまに。え、500万今さ、俺3人答えた。3人答えた。多分ソラルさんと松木さんとメガテラゼロさん。ビトルスメンです。ソラルさんと。なんでお前が知ってんの。あなたが奥帰って離れちゃう。え、こういった人が5人しかいないですか。さては。そうなんですよ。お前ゲロむずいやんけ、お前。でも500万再生ってすごいな。相当だよ。あ、メガテラさんね。メガテラさん、メガテラさんと知らねえ。モコウさん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 歌い手じゃねえ。でどうなの。どうなの。いやいやいや。じゃあ次は皆さん。はいはい。では問題です。ジャンルはもちろん遊戯王です。あら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 。全224話見てきましたんで僕は。はい。遊戯王のデュエリストキングダム編にて、城之内 VS バンデットキスの戦いが行われましたね。その際に使われた魔法トラップカード。おお、ちょっと答えてください。おお、用意スタート。墓嵐、時の機械、タイムマシン。臭い月ブーメラ。串出しの落とし穴。あとセブンカード。おお、おお、闇竜族の爪ってのも。お前どんだけ知ってんねん。あと3つです。あと3つか。あれや、メタルカ、あの魔法反射倉庫メタルフォーク。あ、そうそう。魔法反射倉庫言える。魔法反射倉庫メタルフォーク。あとあれや、守備封じ。守備封じ。あ、守備封じ。守備封じ。守備封じ。半導体でも教えにがさせないやつなんですよ。あ、そういう。あ、バンデット。あ、正解。バンデット。担当。てかよく調べたやつ。どうやって調べた。いや、見て、いちいち見た、見た、見て、もういちいち記録してたんですよ。マジでお前すげえな。すごい。ジャンルは何すか。ジャンルはレモンです。おお、どういうことか。もしかしてレモンの新種5つ。ゲロムズいやつ。レモンの歌詞
歌詞ですから、まあ日本語が登場しますよね。その中で、あからんの50音のうち0回、1回、2回、3回、4回だけ出てくるもの。はぁ、どういうこと。問題の意味まだ分かってない。お前やばいやろ。問題の意味まだ1回も使われた日にひらがながあるってこと。あります。アホや、アホすぎる。わざわざ調べたやつアホや。いや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 、アホすぎる。いや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 、そんなんマジ AI の仕事やで。すげえ問題作った。ちょっとヒントだけ出しておくと、アは26回出てきてます。いやアホすぎるやろ。よーいスタート。ルとか。あー、ルは10回出てきてます。あー、もう調べたんこれ。なかなーやけど、お前なは41回出てきてます。ちょっと考えてもふざけてる。5考えるとかない。4 3とは16回出てきてます。いや、はい、さよなら。お前さ、30秒あって、お前5個くらいしか答えてない。お前やは、あ、やは5回なんでギリギリダメですよ。ギリダメですよ。おー、じゃあ俺な、ぬけあ、ぬ0回です。ジャンルは箱根駅伝でございます。あらわー、箱根駅伝にて、はい、2001年以降に総合優勝したことのある大学。はい、それはいけんじゃん。よーい、スタート。順天堂大学。はい、東海大学。はい、青山学院大学。はい、駒沢大学。はい、あれ、東洋大学。お、あー、素晴らしい、素晴らしい。はい、素晴らしい。全部で8大学。今何、アジア大学。アジア大学。アジア大学入った。はい、東洋早稲田や。早稲田入った。早稲田入った。そうですね。コンビ違う。すげえな。すげえな、マジで。続いてのジャンルは、はい、クラウドでございます。おお、俺のずっと言ってるからね。俺の砦。俺の最後の砦。いやそうやすやすと通しませんよ。いや、どうしてそろそろ、もうほんまにもうやすやすと登場せんよ。落としてよ、ちょっと。クラウドに登場する、はい、男性キャラクター、うん、フルネームで5人に答えてください。オッケー。岡崎智也。はい、須田洋平。はい、古川、待って、お父さん、古川明夫。お、はい、足かかたかうじじゃなくて、足田正明。小投手。うるさいよ、お前。そんだけ見てても分からんぐらい。いや、違う、これはでもいけると思ったけどな、これマジで。フルネームってのがきつい。いや、男性キャラクターがそもそも少ないっていうのが。あ、そういうことない。たけし。あ、たけし。違います。誠。違います。女性。アトリスメンテス。